you so much for media. ドローンなくなったけど、ジョンジョンありがとう。あ、ジョンだけじゃないかな。メディアチーム本当にいつも。Thank you so much for the media. 素晴らしい動画ありがとうございます。キャンプ最高でしたね。It was awesome, right? 今日はそのキャンプの証をちょっと一人の女性にしてもらいたいと思うんですけど。I want this little girl to come up here and to、share about the camp. で、ちょっとあの初めて舞台に立って、あの11歳の子なので緊張してるのみんな温かくあの迎えてあげてほしいです。She's 11 and she's a little nervous, so please give her a warm、welcome. その子はこのキャンプがあるのはみんな知ってたんですけど、誰よりも祈ってきた子だと私は思います。I think that she has been praying so much for this camp.あの一人の友達、まあ、その子とはよくね喧嘩とかもねあのよくいろいろあったんですけど、その子がお金がなくてキャンプ行けないっていうのを、聞いて、その子、クッキーを作ってそのお金を献金でみんなからもらって、その子がキャンプに行けるっていう風になったりとか。 So, she made cookies for and served for this friend that has been inSo、much rough times. 私はなんか結構その理由とか聞きたかったので、今日はインタビュー形式で聞きたいと思うので、ぜひレマちゃんを呼びたいと思います。レマ、 up to the stage. レマちゃん緊張する？ Are you nervous? 緊張する Yes. じゃあ早速インタビューしたいと思うんですけど、 I would like to interview her. 私が一番気になったのは、なんであのクッキーを作って、しかも1回じゃなかったよね、何回もあったよね、うん、でクッキーを作って友達のためにこうやって献金を集めたのか、どうしてそう思ったのか、ちょっと聞きたいなと思って、お願いします。 I want to ask you, why did you make cookies and、made this for this girl? クッキー作って友達がすごい、なんだろう、なんか悪魔にちょんちょんってちょんちょんってやられてて、で、あのなんかキャンプはすごいなんか神様に触られて、なんかわーってすごい救われる場所って思ったから、これはキャンプにぜひ行ってほしいなって思って、あのじゃあ、あのでもお金が足りないってなってたから、じゃあ自分も払おうってって思ったけど、お金がない、じゃあ自分できることは何だって考えたら、なんかクッキーをなんか作ろうって思って、なんと全額満たされたんです。それで皆さん拍手してください。しかも余ったんですよ、それ以上のお金が満たされたんだよね。みんな買ってくれてありがとうって I say thank you for praying for me。ね、で、ね、本当に、じゃあそれ以外とキャンプはどうでした？楽しかったですか？楽しかった。楽しかった？楽しかった。すごい年上ばっか、おじさんおばさんばっかだったけど楽しかった？楽しかった。It was fun. キャンプで一番何が楽しかった？うちローションかなと思ったけど、賛美か、賛美だったら、賛美何が良かった？なんか今までと違った？神様とうちみ、良かった。良かったね。近く近く。じゃあ、まず3日間？あ、4日間か。でほしい。友達が、あのなんかさっき言ってたことは別の子なんだけど、初めてキャンプに来て、しかも初めてのメッセージで、なんか大丈夫かなって思って、すごい、あ、なんか神様に触られますように、救われますように、触られますようにってね、救われますようにって祈ってて、で、なんかそしたら想像以上にすごい、なんかすごくて、すごかった。で、3日目の夜にキャンプので聞いてみたら、なんかいろいろ話が聞けて、その話の中で一つに、とバーベキューにしか来たことなかったけど、1回だけニーズのシェアにちらっと出たことがあって、その時にシェアしてた内容がココナの証だったんですね。それで、神様いるなってなったらしくて、その子が、そう、その子がなったらしくて、それでキャンプに来てからなんか確信に変わったって言ってて、もう
すごいな神様みたいな。嬉しかった。そう、祈ったことが何倍以上もなんか想像何倍以上にもなって嬉しかったね。そう、もう嬉しさがにじみ出てますよね、レバちゃんからも、ね、神様に感謝だね。感謝。じゃあ最後にあの今回のテーマが夢に、あ、通訳すっごい忘れてたね、結構忘れてたね、できる今ちょっと軽く、すっごい忘れた、ごめん。 The most fun, happiest thing was to worship and I really felt God like touching me through worship and I got to speak with my friend and talk a lot about God and I'm so happy that she came, that I served the cookie to God and God served me with money so that she can go to the camp. じゃあ最後にあの今回のキャンプのテーマが夢に連れ出すっていうテーマだったけど、あのレマちゃんの夢は何ですか？ The theme was the camp. The theme of the camp was let's dream. And what did you?もっといろんな人になんか神様を伝えていけたらなってすごい思ってます。アメン。レマちゃんにもう一度拍手してください。本当に彼女は本当多くの痛みとか辛いとこ通って、 She went to pain places andthings that we can't see. あの私が一回そのなんで桃太郎って言うんですけど、その桃太郎にクッキーを作ろうと思ったのって最初に質問した時に彼女が言ったのは、 I ask her, why did you make cookies for 桃太郎? 今あの悪魔にちょっかいされてたからって言ってたけど、 It's because, the devil tried to hurt her. レマちゃん自身も本当に悪魔にちょっかいされてて本当につらかった時があって、本当に誰かに助けてほしい、ここからあの出してほしいってすごい思ったんだって。She wanted help and she just wanted to tell God, just help me. でも喧嘩するような子だけど、でもその子が苦しんでるなら私が手を差し伸べなきゃと思って作ろうと思ったって言ってたの。She made it because she wanted to help her. 本当に神様が彼女のその素直な、ね、気持ちを知ってて、こんだけ、ね、いっぱい与えてくれたね、友達の救いもね。God もう一度 really, God really、blessed her with a lot of friends and a lot of、the Holy Spirit to her. じゃあ最後にもう一度レマちゃんに拍手してください。ありがとうございます。